おはじゃいげこ、山森光太です。はい。今回はですね、5月11日に、クレストさんでお迎えした、まあ、クレステッド月光の、小焼ちゃんの、性別が、判明しました。まあ、お迎えしてから、まあ、4ヶ月ほど経ったところで、まあ、性別が、分かったということです。まあ、尻尾の、付け根のあたり見たら、まあ、分かると思うんですけど、なんと、小焼ちゃん、オスでした。そうなんです、もう小焼ちゃんがオスであることが判明したわけです。まあこれ見てみると分かると思いますが、まあ、まあこの部分がまあ膨らんでいたからというのもあります。まあ人間で言ったらまあ金玉みたいなものです。まあクレスということでね、まあこの部分はまあクレ玉と呼ばれています。まあそれがあればオスということです。いやー、小焼ちゃんオスだったか。まあ最初はまあメスだと思って、まあ小焼ちゃんって名前にしたんですけど、オスだということでした。はい。この子がクレステッド月光の小焼ちゃんです。まだちっちゃいですね。性別がオスだと分かったので、まあこれからは、この子の名前は小焼ちゃんではなくなります。まあ前の、ミカドヤモリを紹介しますっていう動画の方でも言ってたと思いますが、まあオスだと分かったら性別を変えますって、言いましたね。まあそんなわけでこの子の名前はもうこれから小焼ちゃんではなくなります。まあ今からこの子の名前を改名します。まあこの子の名前は、まあこの子の名前はゆうくんです。はい、これからはゆうくんと呼んでください。まあここで言うのもあれですが、まあこの子がオスだからです。くれたまです。うお、オスだ。はい、そんなわけで今回は小焼ちゃんの性別が判明したという動画でした。まあこの子がオスだということが分かったので、まあ今後はこの子のメスをお迎えします。まあお嫁さんですね。まあ来年の今頃にはもう、まあ来年には成熟してると思うので、まあおそらく繁殖もできるはずです。まあ分かんないですけど、まあそんなわけで今回の動画はこれで終わりにします。また今後もクレスの動画を出していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録して見てください。それではご視聴ありがとうございます。孫の帝ヤモリ、バイバイ。